はいどうも皆様おはこんこんみつキックバスターです。ドラクエにわかが世界を救う。さあ今回は大峡谷に戻るということなんですけど、裏でちょっとねクエストを達成してきまして、その瞬間の文章を見逃しちゃったんですけど、確かホイミストーンがパワーアップしました。で今回のメンバーはあんまり使われてないちょっとかわいそうな3人を集めました。ハッサン、ガボ、トルネコです。そしてガボの装備を、最強現段階最強武器ドラゴンクローに装備しました。ドラゴンタイプの攻撃技ですね。それはポケモンですね。よし、というわけで大峡谷に戻っていきましょう。ルーラー、いきまーす。よいしょ。出番ですかな。せっかくなんで、あ、こっちか。テレシア以外使いましょう。ここでガボとか使っ、じゃない。ここでテレシア使ってたらあんま意味ない。というわけで、カットしますか。よし、助け終わりました。じゃあ改めて大峡谷向かいましょう。試練を乗り越え、ついに伝説の兵器を手に入れることができた。これでギガントドラゴンを倒せるはずだ。急ぎ大峡谷で待つ仲間たちの元へ戻ろう。いよいよ伝説の兵器を使うのかな。さあギガントドラゴン、今度こそぶっ倒すぞ。っていうか伝説の兵器ってどんな姿してるんでしょうね。結局わかんないんだけど。来た。どうも。そういえば前回コメントで教えていただいたんですけど、前回出てきたパズス、ベリアル、アトラスはドラクエ2に出てきた中ボスらしいですね。全くわかんなかった。ほんとコメントで教えていただいてありがとうございます。さあ伝説の兵器召喚、ほい。あー、お顔アトラスさんみたいな顔してるな。アトラスじゃねえか。なんかめっちゃでっかいオーガ的なやつかな。なんと伝説の兵器がこのようなものだったとは。あれは大巨人アトラス、計り知れない力を持つと言われる伝説の魔物です。あ、え、あいつなの。あいつでいいんだよね。前回のあいつでいいんだよね、多分。あやつなら眼前に迫る魔物の群れもギガントドラゴンも退けることができるやもしれんな。え、動く巨像だっけ、石像だっけ、あれあんなサイズなの、やばくね。アトラス対ギガントドラゴン、3万、うれい、旧世紀引き塾、やばっ。なんだこの威力。うー、おたけび蹴る、ほら叩く、ほらすげえな、ほらほら。伝説の兵器がこんな代物だとはな。叩く、ほらドーン、やば、この野郎邪魔するんじゃない。よいしょよいしょよいしょ、ほらよいしょ、気持ちいいねこれ、ほら、おたけび、うわ、おたけびで普通に3桁出るってやばいでしょ。ほらやば、ちょっと蹴るだけで3000だよ、やば、アンクルホーンじゃん。ほら怖くないんだよお前らなんて。ほらどけ。これはどうしたらいいんだ。とりあえず分かんないけどおたけびしとくか。おたけんどっか、おたけんどっか、痛い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 な、この野郎ども、えい、さあレイキャプテン翼、
キャプテン翼。はい、スイカ割り。よいしょ。はい、向き変えて。はい、もう一丁。スイカ割り。うわ。なんか、ダメージカンストするって気持ちいいね。はい、スイカ割り。ガードも必要なのかな、やっぱり。さすがにゴリ押しじゃまずいよ。あ、逃げ出した。あ、いた。いた、ギガントドラゴン。あの巨大な魔物だけを。オッケー、おら。どうも、こんにちは。お腹出てるね、本当に君は。もうちょっとダイエットしなよ。おお、飛んできた。おら、ごいや。バチコイ、おらい。やったるで。オッケー、当たる子からさすがに当たんねえわな。オッケー、よし、オーラ、オーラ、やばい、こっちも隙がでかいからな。オッケーオッケーオッケー、これでいいんだね。やべえ、動きが遅い。で振り向いて、あ、やばい、ほら。オッケー、ウォーターケビ入った、今だ。えい、あ、あ、やばい、外した、それは痛い。えいや、やばい、ガード。痛い。マジか。そうなの。防御したら雄たけび。ほら、当たれ。よし、当たった。オッケー、よし。オッケーオッケー、大体分かってきた。えい、蹴るが弱攻撃みたいなもんか。うわー、すげえ、やばい、危ねえ。こういう時蹴って止めた方がいいかな、その方が多分隙が少ない。でもう一丁蹴っとく。あば、ちょちょちょ、外した。お互いガードしてんじゃねえ。お互いガードしてんじゃねえよ。かわいいか、お前ら。にらめっこでもしてんじゃねえの。うれーし。防御したら雄たけび。殴ってきたら防御。炎入ってきたらその前に蹴れば大丈夫かな。叩くより。危ねえ、危ねえ。叩くの方が微妙に範囲広いから。オッケー。結構隙がでかいんでね、これ一発外すとでかいんですよね。やばい、あー、ミスった、やべえ、やらかした。まずい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 、ブエー、やばい、なんだそのダメージ。それは容赦ないです。やばい、危ない、あ、バカバカ、違う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 って、違うって、今のキャンセルとかないのかよ。いっていっていって、やばいやばい、おら、止める。オッケー。これもう一発食らったら死ぬな、多分。オッケー。あー、マジか。普通に攻撃だったのか今。えい、やばい。こういう時は雄たけび。そしてとどめ、頼む。とどめになれ、スイカ割り。オッケー、あぶねー、ちょっとやらかした。おら、おお、てか
元も子もないこと言うかもしれませんけど、伝説の兵器がアトラスだったらさっきのやつそのまま来てくれたらよかったのにって思うんですけどね。あ、消えた。やったぜ。はい、というわけで次のバトル、まあいや行きましょうか、時間もまだなんでね。はい、面倒なデカブツは片付いたし、こっからは反撃やるのみだな。ですね。このマリベル様がいるんだから、あとは楽勝ね。もう勝ったも同然よ。いや、そうでもないみたいだぜ。あー、はい、まあ来ましたよね。見ろよ、敵がワンサとやってくるぜ。でかいやつの次はまた団体さんのお出ましか。やれやれ、骨が折れるね。ね、まったくだ。まあお引き取り願うだけの話だよな。なんだ、え、お、ここに来て新キャラ助かってないと思うよ。お、今回も2人参戦かな。やぶないよ。スクルト防御アップ、え、もう防御アップね、弾けんの。強くね、姫様強くね。すごい髪型だな。お怪我はありませんか。うん、元気、ありがとう。クリフトのおかげで助かっちゃったわ。クリフトか。そのようなもったいないお言葉をかけていただけるなんて、このクリフト感激でございます。こいつ早口だな、クリフト。さあ、ぼーっとしてる時間はないわよ。残りの奴らもぶっ飛ばしてやりましょう。はい、姫様。来た。誰かしら。いや、いいっすね、ここで仲間増えるのはありがたい。あ、知り合い？そのようです。あれ、知り合い？味方ということですね。アリーナとクリフト。ほらほら、のんきなこと言ってないで、私たちも行くわよ。お、オッケー。おい、私たちも行きましょう。あの二人と協力すれば必ず勝機が訪れます。いや、でも仲間増えるの本当ありがたい。よし、俺もじわじわたぎってきたぜ。うむ、我が輩もみなぎってきたぞ。みなぎってきた。私たちに続け。今度こそこの戦いを終わらせるのだ。めっちゃ士気上がってるね。いいじゃんこの戦い、熱いね。勝てるかな、それが不安なんだよ、ね、大峡谷。え、あら、あなたたちも一緒に戦ってくれるのって、ミネはミネじゃない。お二人とも久しぶりです、姉さんとトレネコさんも一緒なんですよ。おお、マーニャさんにトレネコさんもここでお会いできて本当によかった。もう誰かと思えばそなたたちは知らぬ顔もいるようだが、我が軍に加勢してくれるのだな。では早速だが、戦況を、説明しておく。敵の軍勢は3方向より攻め寄せてきている。その勢いを削ぎ戦線を押し上げねばならん。出た、またこのタイプのやつか。うわ、待って、そんな気は若干してたんだけど、つまり全部ぶっ飛ばしてこの戦線を守り抜け。了解。うわ、いきなりアンクルホーンいるじゃん。全部ぶっ飛ばしてやるわ。オレンカの武漢を守り抜く。ほら、行け。ほら、アンクルホンマジでめんどくさいんだよなこいつ。マジか。とりあえず狼呼び適当にやっとけば案外敵巻き込めるんで。痛い、ちょ、やばいって。火炎の痛い範囲見えてたのに。おお、戦ってくれてる。ちょっと仲間呼びましょう。これ細かい話は後々、今は敵をやっつけてやりましょう。まあそりゃそうだね。いや、はやクリフトさん、相変わらず大変そうですな。今クリフト、姫様のためならたとえ火の中水の中、かっこいいね。喜んでお供する所存です。かっこいいというか、声が主にかっこいいんですよね。さすが緑川さん、僕の大好きな声優さんです。
わあ、ちょめっちゃいるじゃん。フェンネルアタック。ほらほらほら。いやー揺れた。痛い。え、もう倒された。行ってこい。行ってこい。武漢もう半分ぐらい減って、半分じゃねえ、半分も減ってないけど。行ってこい。ほい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 。行け。ほら。いや、味方が結構すぐ死ぬね。味方というかモンスターって言ったんだろうな。まあでもね、使い捨てでも何でも戦ってくれればいいんですよ。ほい、ドルマストーム、ドルマストーム、ドルモンは、おお、いいね、強い。ドルモンは敵を引き寄せるのいいな、便利。あー、そんな気したよ。なんか来るよね。あー、やっぱり、万人の姿が変わっとる。これは下を通って、下というか通っていった方がいいかな。うわ、でもめっちゃいるじゃん。めんどくさいねこれは。ダークジャベリン、ダークジャベリン、イオナズン、ヘルファイアー、ヘルファイアー。あ、終わった、早い。ストーンゴーレムだっけ。抱きつける、突進、トルネード、あったーく、ラリアットか。OK、 万人一人撃破。当たりづらいっすな、フェンリルアタック。 OK、 倒した。使っちまうかも、さっさと倒そう。呼びます、羊ちゃんパワー、めー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 。まだ倒してなかったか。ほい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 。あー、ちょちょ、3回か。オッケー、行ってこい。あー、待って、これをこうして、で、新しいエリミネーターを行ってこい。ハッサン火力えぐいわ、ほんとこの人。最強武器じゃないですからね、まだ。ほい、くらえ、あら、おりゃ、まとめてドーンと。痛い。ふん、ほら、巨大ハッサン痛い。火力上がってるのがエリミネーター、からため。やばいやばいやばい。く
っそ、この後もう使うしかねえ。何？叩き潰せ。まだ来んの？うーやば、バルザック。とりあえず万人倒せばでも何とかなる。覚えたからね、前回で。オッケー、ナイス。気に食わないと食われてるぞこの野郎。くらえ、とどめ。いや991。わい、あっけ、倒したエリミネーターで、コインいただいてレベルアップやったね。うわうわうわ、やばいやばいやばい。来てこい。敵もやるようだな。やばい、オレンカ武漢が死ぬ。もう危ねえな。けドルマストーム連発。ドルモア当たん。いやー、ほら行ってこい。捨て身の戦法、仲間を使いまくる。ほい、いやーきついねこれ。よし、みんな殴り込もう。よっしゃ、行くぞ。火炎斬り一刀両断、火炎斬り一刀両断、火炎斬り一刀両断。このコンボ意外といいかもしんねえ。やばい、これ強いかもしんねえ。よし、これとどめいったんじゃない。必殺ギガザーッシュ、完璧でしょ、完璧でしょ、このとどめの刺し方。決まったわね。おお、アリーナは格闘娘かな。ん？まだなんかあるのかい？うーわ、マジか、なんだそれ、勘弁して。中央は我らが守り抜く。お前たちはジャイワル軍のいる東の戦線へ火星に向かってくれ。確かにそうしたいところだが、ここ中央の戦線も厳しい状況なのは変わる前に。私とクリフトがここに残って戦う。マジで？みんな後で会いましょう。マジか、大丈夫か、どうかご無事で。いやいやいや、お前らこそ。まあいいや、頼む、クリフト、アリーナ。